Valera vs. Garrosh。 それは注意な。それは注意。ドラゴリかな、コントロールウォリアかな、マルちゃんかな。マルちゃん入ってきたらまた燃えるけどな、俺。マルちゃんが入ってくれば、なんかこう、やるぜーって感じ出てくるよね。マルちゃんが入ると。2枚変えたか。誰だろう。きたー、やるぜ、やってやるぜ、俺は。やるぜ。あ、ちなみに俺の PC スペック教えようか。絶対ね、パソコンの画面はね、2個いるから。燃えるよな。燃えるよな、こういう相手は。こいつに勝たねえでどうすんだよ。この PC、2015年モデル、見といて。大事なのはこういうカードを使わないことな。これは使わないし、極力カードは使わない。これが来たってのは大きい。でもここはまだ。で、次のターン、我は栄光なり。ちょっとね、この場合はミニオンの処理をちょっとしていきたいね、手札を。上のクリニックさん、あ、そうそう、上のクリニックさんか。上さんいるかな。ねえな。もう配信するために俺、パソコン買ったし、配信するために回線光に変えたから、それぐらいのね、やる気があるっていうのはね、ぜひね、理解してもらえると。はい、いきまーすかな。除去カードがあまりに足りないね。はい、行くしかないね、行こう。行くぜ。Looks okay. I think it looks okay. もう行くしかねえよ。一応前回分かったのは、こっちがドローしなければ勝てるから。多分スラムなくてもいけるんじゃないかな。あとはレノをうまく使っていくっていう、まあ、いつもの頭使っていこう。ティームティームの力、頭悪い、オッケー、相手の頭悪いぞ。ティーム朗報、ティーム朗報、相手頭悪い、オッケー、これは朗報。これは朗報、間違いない朗報。これは今の、いや、本当本当、ちょっとティーム笑い事じゃない、ティーム。この程度でもランク6まで来てんだから。あの少女が、こう少し命を助けてやる。新たに手に入ったぞ。分かってねえな。分かってねえ。今お前の置かれてる状況ってやつがまるで分かってねえわ。手札が多すぎる。世界の終末は近い。
甘い。こいつ刈り取りゴーレムしていくぞ。はぁ、あ、都合のいいドローしていくな。ずいぶんと都合のいいドローしていくな。ゴミみたいなレジだらけで。くっ。カエルが来ないとつらい。キュレーター頼む、ミニオンくれ。キュレーター来た。あー、これどっちから先に燃えんの？何から先に使われることになるの？段取り使うわ。じゃあ段取り1枚してる。この辺のサプリーノとかが使えてねえな。先にこういう除去カードが今度入ってきちゃうんだよな。ほんとそれが痛えわ。四角顔打てねえよ。これミニオンだろ。このままいけば勝てるね、ファティーガイス、多分。ギリギリで。あとサルノスか。ドイツをやる。もうドレイクももう出す気ねえかな。同じくサルノスも
終わったよ。これ引き分けかな。持ってけて引き分けな感じすんな。うん、持ってきて引き分けかな。うん、乗ってけて引き分けか。4、7、10、16。なんか武器があったら死ぬのか。いやでももう武器というか顔面にいけるのあるかな。ゴアハウルは燃えてっかな。遊びに付き合う暇はない。6789TX13。いや引き分けか。No problem. 負けてね。俺は負けてね。